それでね、八橋さんのお姉さんらしき人に、助けられたってわけ。聞いた感じだけど、その場所は私が前に行った木更木駅とは、似てるけど、少し違うわね。今思い出すと、道中でトンネルもなかったしね。しかしあれだな。八橋さんのお姉さんも気になるな。そうなのよ。神様のお嫁さんになったって話だそうだけど。ああ、前に聞いた時、そう言ってたわね。でも、考えすぎも体に毒よ。今私たちにできることは一つだけ、サナエも八橋さんのお姉さんも見つける、それだけよ。そうだな。まずはそこからだな。ふそういえば霊夢、最近母さんから連絡はないのぜ？そうねえ。母さんのことだから、どこかで元気にしてるんだろうけど。人探しが多くて大変ねえ。八雲理事長も探してるみたいだけど。ま、母さんは大丈夫よ。なんたって私の母さんだしね。はは。すごい自信だな。まあ、あの人は殺したって死ぬ人じゃないしな。はぁ。どうしたのマリサ？いや。昔霊夢と無茶して、めちゃくちゃ怒られたことを思い出したのぜ。何の話？ガキの頃、立ち入り禁止の洞窟、洞穴、まあどっちでもいいが、そこに忍び込んだ時の、だぜ。あったわね。なに、それは怪異の話？まあ、そうだな。さあ、話しなさいよ二人とも。灰になってるわねパチュリー。今日はヨウムもいないし、話してもいいんじゃない、マリサ？わかった、話してやるのぜ。この話はな、まだ、ヨウムと知り合う前の出来事なんだけど。マリサ遅いよ、約束の時間随分過ぎてるよ。悪い、ちょっとまんじゅうファンタジーに夢中になっちまって。まんじゅう？ああ、ゲームの話ね。そうだよ、最近すっかりハマっちまってな。伝説の剣、エクスカリバーが手に入りそうで。エクスカリバー？ああ、洞窟の奥深く地面に突き刺さってる剣でな、選ばれた勇者にしか抜くことができないってやつだ。ゲームの話でしょ。まあな、さ、早く行くわよ。行くってどこに？何言ってるの？夏休みもあと少しだってのに、宿題終わってないから、図書館でやろうって話でしょ。そうだった。行こうぜ。疲れたのぜ。そうね。でもだいぶ進んだわね。これなら明日には無事終わりそうね。そうだな。っていうか霊夢、お前も全然宿題やってなかったんじゃねえか。私に付き合ってやってる的な言い方してたくせに。実はそうだったのよ。まったく、私が誘ってなかったらどうする気だったんだよ。マリサならきっと誘ってくれる、そう信じてたのよ。嬉しくないのぜ、そんな信頼。照れるな。それにしても夏休みももう終わりねえ。そうだな、最後に思い出作りしたいな。なんかこう、ダンジョンに冒険みたいな。ゲームのやりすぎよ。どうした？なんかいい場所でもあるのか？いや、あのね、そこの神社の裏山と言っても本当小さい山なんだけど、ほら穴があるみたいなのよ。そうなのか。私も山には入ったことあるけど、全然気づかなかったな。私も知らなかったんだけど、母さんがお客さんと話してるの聞いちゃってね。子供の身長だと周りの草に隠れて見つけられない場所なそうよ。へえ、いいな、まさに冒険じゃないか。道具を揃えて、明日宿題終わらせたら行ってみようぜ。でも母さんの雰囲気からして、あんまり行かない方が良さそうな感じだったよ。なあに、別に鍵がかかってるわけでもなんでもないんだろ。行ってみようぜ。わかったわよ。でも危なそうだったら帰りましょうね。それじゃあまた明日な。
と。どこだったかな、懐中電灯。お、あったあった。霊夢、あなた何してるの？母さん。何？そんな慌てて？いや、なんでもないよ。怪しいわねー。さては、何かいたずらでもしようとしてたんでしょ？そんなことないよ。それじゃあ、私明日も魔理沙と宿題だから、そろそろ寝るね。そう。頑張ってくるのよ。っていうことがあってねー、危うくバレちゃうところだったわ。はは、心配性だな。それじゃあ、そろそろ向かおうか。そうね、行きましょう。いやー、快晴だな。こうも天気がいいと、冒険の緊張感もないってもんだな。天気ばかりはどうしようもないわよ。それに、雨の日に山は入りたくないし。それもそうだな。それで。どの辺にあるんだ？その洞窟って？ねえ。多分もう近いと思うんだけど。あれ？おい、霊夢、待ってくれよ。これは。魔理沙隊長、我々はついに到着したであります。なんだそのノリ。いやそうだな。おほん。これは何かいるな。絶対に何かいますよ。へっへへ、装備はこれで足りるかしらね。大丈夫さ、中に入ってくのぜ。結構続いてるのねー。そうだな。でも一本道だし、迷うことはなさそうなので。湿ってるし、転ぶと大変だから。足元に注意しながら進みましょ。確かに、あんまり汚れると、親に説明しづらいしな。なんだこれ？どうしたの魔理沙？急に立ち止まったりして？いや、これを見てくれ。なんか、生えてるぞ。これは、ナイフ、かしら？そう見えるけど、地面に、刺さってるな。なんでこんなところに、ちょっと気味が悪いわね。とうとう発見したな。これは、エクスカリバーだ。あははは、あんた、エクスカリバーって？ゲームのやりすぎよ。へ、この伝説の勇者魔理沙に任せな。抜けなさそうね。私は、勇者じゃなかったってわけか。何落ち込んでるのよ。きっとレベルが足りなかったんだな。また今度挑戦しようぜ。そういうことにしておきましょうか。まだ先が続いてるな。行ってみようぜ。そうね、探索再開よ。ずっと狭い道だから、広いところに出たいわ。なんか広い空間がありそうなので。本当？なんだぜ。これ。なにこれ？ナイフが、たくさん地面に刺さってる。すごいな。一体誰が何のためにこんなことを。古いのもあれば、割と新しく見えるのもあるわね。本当なのぜ。ってことは、これをやった奴は最近もここに出入りしてるのかよ。そういうことね。帰ろうぜ。そうしましょ。
は嫌だけど、帰ったら母さんに聞いてみようかな。ちょっとマリサ。狭い道なんだから急に立ち止まらないでよ。マリサ、どうしたの？さっきのナイフが、何？嘘？なんで抜けてるの？それになんかチリみたいなのついてる。私が力を入れても、全然抜けなかったのに、やばいのぜ。誰かいるのぜ、この洞窟内に。誰かって誰よ？わかんないけど、あのナイフを刺したやつかもしれねえ。シャレになんないのぜ。早く行きましょう。うん。けど警戒していこうぜ。なあ、霊夢。どうしたのマリサ？急いでよ。なんか、聞こえないか。どういう？何？この音。もしかして。ナイフを一本ずつ抜いてる。音じゃないか。さっきのところで、誰か抜いてるの？そうだ、誰かいるんだ。危険だ、急いで逃げるぞ。うわぁ。はぁ？もうすぐ出口だ。もう大丈夫だ。よかった。マリサ、あんたからだ。なんだこれ。霊夢お前もだぞ。これ、かしら、ここまで汚しちまったら、親に怒られるな。。もう夜。そんなに時間が経ってたなんて、もう、わけがわかんねえな。ただ、怒られる理由がもう一つ増えちまったのぜ。門限も過ぎちゃってるわよね。帰りましょう。そうだな。それで、私は母さんに事の顛末を話して、散々怒られたってわけよ。その洞窟は、ナイフは、何だったの？母さんの話だとね。あそこは、あの土地に住まう神様が管理している場所ならしくて、奉納された刃物なんかを使って、邪悪なものを封じている場所ならしいのよ。それで、その封じられているものが滅すると、その刃物を抜いて処分している。そういう話ならしいわ。ってことは二人が聞いた音は、用済みになった刃物を抜いているところだった。ってことだろうな。なんともタイミングが悪いところに、出くわしちゃったようね。いや。母さんの話だと、ちょっと意地悪な性格な神様らしいから、私たちを、怖がらせるためにやったんじゃないかって。は。まあ神様にも、そういうタイプはいるわよね。まったく。いい迷惑だぜ。まあ、そんなものを封じてるなら、危ない場所なのは間違いないだろうし、知らないとはいえ遊び半分で言った私らも悪いんだけど。なあ、いい勉強になったと思いましょ。その場所は今、どうなってるのかしらね。さあねえ。あれ以来、怖くて近づいてないから、わからないわね。そうだな。知りたくもないな。それにしても、エクスカリバーねえ。やめてくれだぜ、恥ずかしい。いやいや、バカにするつもりじゃなくてね。エクスカリバーっていうのは、アーサー王伝説でアーサー王が所持していた、魔法の剣ってのが元ネタでしょうね。まあ、この剣よりも、その鞘の方がすごいんだけどね。へえ、そうなの？エクスカリバーの鞘は、所持者に、不老不死の加護を与えるっていうチート性能でね、何者かに盗まれてなくなった、っていう話なんだけど。そうなのか。だからファンタジーものでは石に刺さってるのぜ。違うわよ。エクスカリバーは2本あって。まあ、一説には3本とも言われてるんだけど、1本目は石に刺さってて。そのおなじみのものよ。その剣はとある戦いで折れてしまい、新しいエクスカリバーを手に入れるのだけど、それが、さっき話した鞘がすごい方ってわけ。そうなのね。全然知らなかったわ。そういえば、さっきの話はヨウムにはしちゃダメなのぜ。どうして？ヨウムは剣とか刀とかそういうのに目がないからね。さっきの話をしたら、洞窟に突撃していきかねないから。ね。わかったわ。肝に銘じておくわね。